ビーカーに水を 400ml 入れます。 20g の放射を少しずつ入れて溶かします。放射がわずかに溶け残るくらいになったらしばらく放置し、溶け残りを完全に沈ませます。プラスチックコップに水を入れて印をつけます。プラスチックコップの水を紙コップに移して印をつけます。印をつけて乾かしたプラスチックコップに PVA のりを印まで入れます。水を捨て乾かした紙コップに印までポットのお湯を入れます。紙コップに好きな色の水性絵の具を入れて溶かします。プラスチックコップに絵の具を溶かしたお湯を入れてしっかり混ぜます。スポイトの 2ml の線まで放射の飽和水溶液を取ります。 PVA のりにスポイトで 2ml の水溶液を4回入れ、割り箸でよくかき混ぜます。かき混ぜていると割り箸にネバネバしたものが少しずつ絡みついてきます。まとまりが悪いときは放射を足します。さらによくかき混ぜ、全体がまとまってきたら割り箸を取り、しばらく放置しておきます。プラスチックコップの中から取り出し、よく揉みます。だんだんまとまってくれば完成です。柔らかすぎる場合はスポイトで水溶液を 1、2 滴かけてよく揉みます。硬すぎる場合は手に水をつけてよく揉むと柔らかくなります。塩とレモン汁をそれぞれ取り分けておきます。スライムを小さくちぎって2つのプラスチックコップに入れます。1つのコップに塩を入れてかき混ぜ、様子を観察します。もう1つのコップにレモン汁を入れてかき混ぜ、様子を観察します。